ようお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー持ちますね。はい、今日はね、2019年6月2日、日曜日ですね。はい、ここはね、山梨県笛吹市、伊沢温泉ですね。はい、昨日はね、昨日っていうか、まあ、昨日から今日にかけて、海鮮っていうね、スパで宿泊、仮眠をしてました。でね、今日はね、ちょっとまたお出かけしてね、あっちの上田の方、長野県の上田の方に行こうかと思います。今、地盤ヤの信号で止まってますね。青になりました。そう、地盤ヤの信号はね、地盤ヤが、行っちゃダメにゃーってね、止まってるんでね、ちゃんとね、信号は守るようにしましょう。はい、ね、チェンジブロックはおしっこ用ですね。ちょっと俺様ね、さっき起きたばっかりなんで、頭が回ってないんで、ちょっと口も回ってないんでね、なんか、ちょっとね、噛んじゃったり、そう、何喋ってるかわかん、なんだ、今はまさにその状態なんですけどね、喋ることがわかんなくなったり、まあ、寝起きなんであれなんですけど、はい、まあ今ね、伊沢温泉駅に向かってます。はい。で今のところはね、地盤屋の信号だったんですけどね、まだ朝早い、今、時刻はね、朝の6時8分です。まだほとんど車も、これ、多分国道だと思うんですけどね、車もほとんどね、通ってないですね。なんで、そこは地盤屋の信号だったんですけど、さっきはね、車道でおしっこ色信号が点滅しているだけでしたね。はい。結構ね、今日泊まったところ、駅から遠いんですね。だからちょっとかなり早めに出てきました。6時35分の、甲府方面の電車に乗ります。で、小淵沢からね、甲府線っていうのに乗って、どこだっけな、小諸ってところまで行って、小諸から、なんとか電鉄に乗り換えて、で、またどっかで、なんか乗り換えて、別所温泉ってところまで、ね、行こうと思います。そう。伊沢温泉から別所温泉まで行きます。はい、これなんかのね、役所の事務所っぽいですね。5月は自動車税の納期だそうです。ミッパー色もしくはコマサ色の旗でね、そこへだけですね。はい、この制限速度は40キロですね。ジャイアン用で40キロになります。ヨン様はペ様と言い換えられるからね、40キロ制限はペ10キロ制限とも言い換えられますね。はい。寝起きでね、こんなベラベラ喋るのはね、結構疲れますね。はい、この鎖もね、ウィスパー色もしくはコマサ色ですね。はい。そう、昨日ね、まあ、泊まったところはね、すごいいい感じのところだったんですけど、まあ普通のまあ、仮眠室みたいなところで寝たんでね、隣のなんかジジイが、響きがうるさくてね、何回も起きちゃいましたね。まあ、しょうがないです。はい。なんと募集の文字が地盤屋色ですね。横断歩道はウィスパー色もしくはコマサ色で、なんかね、この電柱地盤屋の腹巻きみたいなのしてますね。伊沢温泉はね、何回か来たことあるんですけどね、いつもは、伊沢健康ランドっていう別の施設に泊まってました。伊沢健康ランドが今回なんかリニューアル工事とかで休みだったんでね、仕方なくっていうわけじゃないですけど、ちょっと遠いんですけど、こっちの海鮮のところに来ました。でも海鮮っていう、ね、施設がね、すごいエクセレントでした。またね、ちょっと海鮮に来てみようかなと思います。そう、なんか朝食バイキング900円でね、バイキングがあってなんかお酒も飲めるみたいなんでね、本当はちょっとバイキング食べたかったんですけど、ちょっと時間がないんでね、出てきたんで、またちょっと今度次行った時はバイキングもね、頼もうと思います。あ、でもさ、次来た時は車で来ようと思ったけど、車で来たらあれだね、酒飲めないですね。はい、おしっこ用の看板でスピード規制の文字が地盤用ですね。24時間営業で、その料金システムが、その入自分が入場した時から24時間で、その一つの区切りなんで、だからあれですね、夜中に来て、車で夜中に来て、翌日の明け方とかに出れば、朝食バイキングで酒飲んでも問題ないんですね。まあ、でもそこまでして飲みたいかって話なんですけど。そこまで、ね、だから今朝何も、さっき起きて何も食べてないから、ね、ちょっと頭がね、ぼーっとしちゃいますね。はい、ここもなんかね、温泉旅館ですかね。地盤屋色ですね、看板が。
今ね、6時14分ですね。4さまあ、ペシャマと行かれるから、6時14分、6時10分とも行かれます。はい、これね、結構ね、大きな川ですね。まあ、大きな川ってほどでもないけど、こういうね、なんか街中にある川にしては大きいですよね。はい、ね、ジバニャの腹巻きをね、ポイって捨てたいんですけど、川にゴミを捨てることはいけませんね。でも、ジバニャの腹巻きをね、捨てることはいいことなんで、普通に、あれですね、ゴミ箱とか焼却炉に捨てるのがいいですね。あ、こういうところに捨てるのがいいですね。はい、ゴミがいっぱいあります。まあでも、こう、ね、この旅館のゴミ捨て場だから、勝手にここにゴミを捨てるのもまずいんでね。まあ自宅とかね、クリーンセンターとかに持参して、ジバニャの腹巻きは処分するのがいいんじゃないでしょうかね。はい。矢印がジバニャのですね。はい、平成3年3月に作られた橋だそうです。で、俺様が生まれたのはね、平成3年のね、2月ですのでね、俺様とでほぼ、同時期にね、できた橋ですね。伊沢橋ですね。はい。で、なんか、あれですね、なんか裸の格好みたいなやつがね、会話してますね。なんかおしっこ用のタオルを押してですね。はい。はい、バイクがうるさいですね。うるさいとこ疲れたらね、絡まれるんで気をつけるようにしましょう。はい、うるさい暴走族でーす。はい。ね、お前らもね、暴走族には気をつけるようにしましょう。はい、この部分がおしっこ用ですね。このね、カステラ屋の看板は、ジャイアン用ですね。はい、お客様専用駐車場の文字がジバニャン用ですね。ファッションセンター島村。看板はウィスパールもしくは駒さん用ですけど、文字はジバニャンですね。前向き駐車の文字がジバニャンですね。はい。はい、駅のね、近くまで来ました。昨日ね、俺様この島村でね、ベルトを買いましたね。この鎖がおしっこ用ですね。島村はね、66周年だそうですね。はい、もう還暦とっくに過ぎてますね。そう、でもね、多分ね、66年前にね、売られた島村の服はね、多分今頃全部ボーボー済みだと思いますね。おそらくね、もうもしかしたらね、どっかの古い家のタンスの奥とかにね、眠ってる服とかもあるかもしれないけど、多分66年前に販売された服は、もう多分ほぼ 100% ボーボー済みだと思いますね。はい、ジバニャンの信号なんで止まりましょう。ジバニャンはあれ化け猫だから、腹巻きね、何年ぐらいするつもりなんですかね。一応、シャドウサイドは30年後って設定になってますけど、30年後もあの汚らしいおしっころの腹巻きしてますよね。まあ、もしかしたら変えてるのかもしれないけどね。あと、ロボニャンになるルートだと、ロボニャンになるときに腹巻きが消えてますね。まあ、ロボニャンも腹巻きはしてますけど、おしっころの腹巻きとは別物ですね。はい、あそこのね、三角コーンがおしっこ用ですね。ホテル山並みだそうですね。なんか卒業式の歌で、山並みは燃えてーって歌があるよね。俺様が卒業、中学校の卒業式でなんかそれ歌ったんですけどね、その燃えるってところに興奮しましたね。そう、ジバニャの腹巻きも燃えてほしいですよね。はい、イオンですね。小さな暴力の文字がジバニャンですね。まあ、昨日もここ撮った時に動画撮って同じこと言ったような気がするけどね。はい、自転車マークがウィスパールもしくはコマサルでね、ビッグのね、旗の、ね、ビッグの部分がジバニャンで、一口300円の文字がおしっころですね。はい、ロッテリアの旗がジバニャンで、ロッテリアの文字はウィスパールもしくはコマサルですね。まだね、朝早いんでイオンはやってません。多分、開店時間は10時とかそれぐらいだと思います。で、目の前に見えるのが JR 伊沢温泉駅ですね。で、大東建託のイーヘアネットがあります。イーヘアネットのね、看板自体はウィスパー色もしくはコマさん色ですけど、イーヘアネットの文字はジバニャン色ですね。そう、イーヘアネットって聞くとね、
そう、いいねこさんが昔運営したチャンネルのね、いいねネットを思い出しますよね。あの、いいねこ、あの、ウィスパー色もしくはコマさん色のね、いいねこさんのキャラクターありますよね。そう、あの猫がね、ベラベラ電話して喋っている動画があるんですね。俺様それが なぜかツボでね、最近ね、結構頻繁に見てますね。5時20分ぐらいになるけどいい？うん、わかった、ですね。まあ、気になった人は、いいねネットで検索してみるといいんじゃないでしょうか。はい、三角コーンが地盤やめですね。はい、ここの花はね、おしっころですね。今時刻は6時21分です。21っていい数字ですよね。リーグ21の21だからね。はい。向こうに行くとね、国道140号線に行きますね。ヨン様はペ様と言い換えられるから、国道140号線は国道110号線とも言い換えられますね。はい。金券自動販売機、切符屋。切符屋の文字が地盤やめで、この黒玉のね、旗も地盤やめで、この限定の部分も地盤やめでね、信号も地盤やめなんで止まりましょう。はい、山がね、とってもエクセレントですね。あれは何山って言うんでしょうね。あの辺がちょっと切り開かれて開発されてますね。ジバニャンの腹巻きも切り開きたいですね。ジバニャンの腹巻きは工作用ハサミで切断するのと、立ちハサミで切断するのどっちがいいんですかね。はい、そこにはね、足湯があります。ちょっとね、時間的に入れるかもしれないんですけどね、足拭いたりするのに時間かかるんでね、ちょっと電車乗り遅れるとやばいんで、まあ、今回は我慢することにしましょう。そう、やっぱりね、さすがに伊沢温泉っていうだけあってね、ちょっと駅前の公園にね、足湯があるって素晴らしいですよね。足湯もこの時間もやってんのかな？朝早いからね。あ、足湯この時間やってないですね。空っぽです。お湯が入ってません。はい、ということでね、伊沢温泉駅に着きました。じゃあね、電車に乗って小淵沢の方までね、行こうと思います。はい、それではさようなら。ボーボー、あそこの自販機裏側が地盤やめですね。それでは。